どうもバロンザーマスです。今回ですねザーマスチャンネルブログの方を立ち上げさせていただきました。メインチャンネルのザーマスチャンネル、そしてザーマス取材チャンネル、そして株式投資参謀本部とサブチャンネルも2つございますので、よかったら最新情報の方はねこちらの方を使ってみてもらえたらと思います。まあまあ日々のね活動の方と書いておりますので、よかったらご覧ください。それでは本編入ります。最後までよろしくお願いします。どうもこんばんは。こんばんは。ちょっと暗いです。バロンザーマスでございます。はい、じゃあもう正面撮りましょうか。はい。ね、いつも仕事頑張ってくれている君にやね。はあ、とんでもないです。ありがとうございます。大好きな食べ物といえば何ですか？はい、お肉です。やっぱ肉かよ。はい。というわけで、今回ですね、はい、視聴者コメントやってみたシリーズではなく、はい、私がおすすめする茨城市名店紹介。おお。と。ザマス、ザマス、パーフェクトヒューマンが紹介する、はい、茨城を愛してやまないこの私がおすすめするで、はい、ね、お肉屋さんでございますね。はい、へーへー、楽しみ楽しみ。君行ったことあるで。はい、知っております。何やその盛り上がり方結構ね、視聴者コメントやってみたで行くんかなと、意外とね連絡はなくてですね、はい、いやこれはもう私自身ねご紹介して、前はね和光亭さんをご紹介したんですけど、はい、もう一軒あるんですよ。これちょっと、ね、思い出深くてですね、はい、私が、貧乏時代をね経験したので皆さんご存知だと思うんです。その後にですね、はい、まあ、やっと親父の借金を返し終わって、はい、お父さんお肉大好きやったんですよ。じゃあ存命中になんかご馳走しようかって30歳以降ですよね、はい、言ったら肉がいいって言ってね、うん、じゃあそこ行こうって言って、うんうん、うちの大好きやったんですよ、そのお肉が美味しくってっつって、うん、じゃんじゃん食べなって言ってね、親孝行してた場所、それが今回ご紹介するお店なんですね。だから結構昔からやってて、はい、はい、でちゃんとしたお肉で有名なんですよ、うんうんうん、意外や意外ね、まあちょっとお値段張りますけどもまあ今日ぐらいね君への功労を報えるためにね、もう私自身がご馳走しようと。いや、ありがとうございます。はい、ちょうどね画面正面右手が、はい、夜のイオン茨城新茨城店って今なってますね、はい、旧ジャスコでございます、うん、左手がね元はね蔦屋さんとかね、あ、そうでしたね。中地元ですけども、はい、でここの1階がねフードコートで、昔はたまり場やったんですよ、合衆のメンバーはね。今はフードコートがなくなってですね、はい、3階になってなりましたもんね。あ、そうそう、1階でみんなたむろってたんですよ、うん、悪いやつらが、悪いやつらもいたし、いいやつらもいたんじゃないですかもう分かんないですけどねたむろってたんですよ、なーにーやっちまったなって、男は黙ってナンパーってわけわかんねえだろうみたいな、わけわかんねえいや、まあ置いといて置いといてですね、はい、まあここが、イオン、今イオンというね呼ばれるためなんですけど、はい、旧ジャスコの通りですね、まあ夜もね更けまして、今ね8時、20分ですので道路も空いております。ですから中央突破ができるのもね、はい、市内をねご紹介するいいチャンスかと。はい、まあ、左手のセブンイレブンはまだ若いですけど、右手のマンションは昔からありましたんでね。あとこうドエルさんね、ドエルさん違うんですよ、プティプランス、プティプランスや、そうプティプランスは紙しないでね、おいしい、むっちゃ間違えた、恥ずかしいえ、ドエルやったんですか、シュークリーム、いやプティプランス、うん、無料駐車場もあるよ。もう右手見えましたね、はい、あっという間に着きましたよ。じゃじゃん、はい、ミートハウスの瀬さんでございます。これね、おいしいんですよね。本日ね、ちょっと駐車場、まあ、止めるんで、はい、走りますけど、はい、電話で、ね、予約よろしくってね言ったんですよ、はい、ただ今日は予約の席いっぱいなんで、一般で8時半ぐらいに来れば空いてますよなんて言われて、分かりましたー言ってね行かせていただきますって、ね、あ、まあ、通常通り行くと、まあ、多分空いてると思うんで、はいはい、まあ、お車止めてですね、はい、はい、ここね、まあ止めて、はい、歩いていきたいと思います、はい、真っ暗けやこれ、真っ暗けですね。後で食レポするとき難しいなえ、場所変えなあかんね、はい、それだけですよ、よっこらーちょ、車やね、はい、到着しました、はい、ちょっと待って、真っ暗けです。はい、そうしました。今から、ミートハウスのおっさんに行ってみたいと思いまーす。マジで花粉の季節でさ、さすがにこれきついよな。花粉と PM2.5 と花粉かっこいい。ずっと終える。アップで見たくなる。あー素敵。もっとアップしたくなる。あらかまいい。かまいいわね。何を言ってるんでしょう僕はね。はいはい、ちょっとすいません。真面目にね撮影をしたいと思います。はい、
そしてね、こう新しくね、こうできたんですよ。トヨタレンタカーと合併してね、トヨタカローラ店やったかな。僕が子供がお世話になってんですよ。まあ、僕が車でお世話になったんで、あの18歳以降ですけどね、トヨタ。あ、今トヨタモビリティ新大阪茨城店になってね。あ、合併したからね、販売店がね。一般になったんですよ。で、この横が佐竹ですね。昔の八丁屋家具さんなんですね。昭和時代はね。ご存知ですか？知りません。八丁屋家具知らない？はい。あ、ほんまですか？家具屋さんやったんですか？そう。もう間もなくね、ご紹介したいお店ですね。私のおすすめ、ミートハウス農政さんですね。これは大池なんですね。うん、大池やね。で、ここ僕の友人も働いてたね、あのランチハウスプティさんね、これお弁当屋さんですね。これ今もやってますよ。頑張っておりますね。そして正面が、どう見てもうまそうでしょ。はい、じゃあ行きましょう。新メニュー登場って書いてある。トサやん、自分。あ、22時。じゃあ入りましょう。何でもあるもんね、ここね。前々から思うけど。美味しいんですよね。個人的にはこのテールスープをどうしても飲んでほしいんでね。本当に美味しいです。デザートもしっかりついてますからね。タン尽くし、はい、指さしてもらって。タン尽くし、あとは、バラエティ盛りいいですね。それとあとは、はい、あとはつらみ、ネクロ、同じのばっかり行くやん。ナムル盛り、ナムル盛り、追いキムチ、ご飯物、はい、ご飯物、ご飯、あ、ここスープ、テールスープ、テールスープ、ご飯物、ご飯は普通のご飯、中、はい、なるほど、まあいろいろ頼んでくださってどうもありがとうございます。で、僕の大事なおいキムチ、はい、食べましょう。これはパンっすか。厚みあるね、俺本物のタンやね、はい、ね、知ってる、お肉の卸やってる社長さんから聞いてんけど、あの安いタンってこうね、なんていうの、何枚かを型でプレスして切ってるので、だからこれタンやん、1個のものやん、うん、でよく見てみって。プレスしてるやつってでも焼いてたらこう剥がれてきたりないんですか？ね、あの圧縮でやんねんって。だから要するにブーちゃんの下とかやったら小さいやつ、牛さんに、はい、それを5枚重ねて1個にする。それ牛タンちゃうで。そうなんや。勉強だった。勉強になりました。大の感じ伝わるかな。で、これバラエティ盛りですね。はい、ちゃんと名前も書いててありますね。さすが。いちご、つらみ、つらみです。続々と来るね、はい、ないやないや。さらに追加ですか。ハラミ、いちご、いや、ほとんどあなたね。続々と上陸してんの。予算配分考えてないでしょ。まあいいけど、はい、位置情報とか。そして私は冷麺ですね。ショー、君はまだ総攻撃中や。どんだけですよ。はい、ご飯どうでしたか。ごちそうさまでした。めちゃくちゃお肉美味しかったです。あ、もう本当に夕食にぴったりのね。はい。美味しゅうございましたね。はい、何が美味しかったですか。
やっぱ定番のタンはもうすごく美味しかったし、うんうん、いくらでも何枚でも食べれそうみたいな、うん、食べてたけどね、はい、恐ろしいぐらい食べてましたけどね。上ハラミと、うん、ヘレとヘレ、はい、あと何、イチボ、イチボ、うん、ロースロース、ツラミ、ツラミ、なんか全部美味しかった。ツラミってこの辺ほっぺたです。あ、全然分からんよ。あのテールスープやっぱめっちゃ美味しいですね。あれうまいですよね。僕定番であそこ大好き。まあ、私はご飯の台とテールスープと冷麺ってイメージですけど。はい。まあまあね、美味しかったということでね。はい、実はですね、私自身が茨城大ニュータウンで、ね、よく関わらせてもらっている野瀬にね、はい、その、基地を持ってますというかね、野瀬牛を使ってね、野瀬牛って言った方がいいかな。はい、うん、で、それをまあずっと長年茨城市で頑張っておられるというね、うんうん、名店中の名店でございますから。ね、お客さんもみんな楽しそうにね、食事とって、ね、ちょっと贅沢しようぜって感じだよね、みんなね、はい、うんうん、で、贅沢しようぜって、うん、君は貢献してくれてんのやな、ドキドキ、皆さんレシートだけで、ね、見せようかなと思うんですけど。これね、こんなに頼んでさ、見てよ、なんて15,590円ですよ。ででーん。君アウト、ね、名前言われへんか、なんやねんそのネタ。まあまあ言ってますよ。すごい、ありがとう。すごい、毎回やん、毎回やん。いや、いいんですけども、言い直します、いいんですけども。はあ、けどね、満足のいく、ご飯も美味しいのがやっぱあそこね、すごいですよ ね、 そうですね、手抜きなし、はい、隅々までうまいね、はい、店員さんも優しくて、ね、はい、いい子ばっかりやし、はい、ちゃんとねお肉もパンパンが出てきてね、はい、いやうまいな。やっぱね、茨城市が誇る焼肉の名店だと言えると思うんですけど、はい、どうでしょうか。いやもう間違いない、間違いない、はい、まあ、元ね焼肉で働いたんやもんね。そうですね、余計にね、いい店舗でしょ。めっちゃいいです。ですよね、はい、美味しかった、お肉も綺麗だし、綺麗やし、そういう見方ができるね。まあ、そういうわけで皆さんよかったね、ミートハウス野瀬さんへ、はい、ぜひとも明日も長谷さんにしてください、もう。はい、ぜひ。はい。で、ね、夕食のディナータイムの場合、はい、ちょっと予約の電話入れといた方が楽やと思います。特に土日食混みます。まあ、平日はそんなことないと思うんですけど。確かにオープンの5時ぐらいかな、の時からちょっと並んで待ってる人もいたりしますもんね。で、逆に外すと、僕らみたいに8時半ぐらいに入ってくると、はい、それはまあ全然待たずに入れますんで。うんうん、ね、やっぱお子さんいる方とかおデートとかだったらね、うん、やっぱり6時7時ぐらいに食べたいと思うんですけど、そこは集中しますので、はいはい、よかった一方ね、お店に何つうか無線で連絡してもらって、トントンツートンツートンツーってね、あそれモールス信号や、逆に難しいやんです ね、 ね、間違えてもトラトラトラとかやったらダメですからね、うん、ね、知らない、攻撃のやつちゃいましたっけ。そうそう、我奇襲に成功せりね、うん、はい、新宿公園ですね、はい、まあ、新高山登り1208とかどこ送ったらダメですかね。ああ、テンション低っ。ダメです、それ。ああ、いやいや、電炭って言うんですけど、まあ、それ置いといて、電波探知機ね、まあ、それ置いといて、はい、まあ、そういうわけでね、ぜひとも、のすさんに行ってください。それではね、最後までご視聴いただきまして、誠に、あざーす。ザ・マスチャンネル。そんなバージョンですか。違う、間違ったんやって。今日株式通さんも取ったばっかりやからさ、はい、なんかどっちかがどっちかになりますね。ありがとうございましたって言ってしまいかけたのを、うん、アザースでごまかしてるけど。それでは失礼します。バーイが正解ね、うんうん、そうですね、ザマスチャンネルはね、はい、しゃあないやん、間違うでしょ人間って、うん、え、あかんの間違ったら。いやいや、そんなザーマスさんもいいと思います。いいと思います。薄っぺらい。いいじゃないですか。フォローになる。いいじゃないですか。だって日頃そんなね、ミスしたりとか、そういうのがあんまりないから、逆にこう、なんか新鮮でね。うん、胸キュンですか？胸キュン。かわいいってなるの？かわいい。うん、抱きしめたくなるみたいな、にゃごにゃごにゃごって絶対なって言うよ、お前間違うんだよとか思ってて、めえお前最後間違ってんねえぞバカ野郎みたいな、怖い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 、焼肉ごごって揺すられてるみたいな、孫悟空みたいな感じでしちゃった、ほらおめえ許さねえぞみたいなね、地球が褒めかけてんの逃がしてやれとか平気で言えますからね、人生海王権4倍ぐらいですから、ありがとうございました。ありがとうございます。バーイ良かったですか？ん？バーイ。いいよ。枕がとってもしゃあないね。はい。しゃあないね。けー。しゃあけー。見えへんっていう。見えません。あ、もう見えへんよ。いや、見えへんよ。何やねん、そんなノリ。